はい、どうも吉谷です。今回ですね、僕の LINE の方、 LINE アットの方に登録していただいている、方からですねご質問いただいたので、回答していきたいと思います。よろしくお願いします。吉谷さんこんにちは。いつも有益な情報ありがとうございます。3月の大阪セミナーでトップバスの手法を教えていただき、毎日2時間150分程度の動画を上げているんですが、利益は1日あたり1500円程度です。今回吉谷さんの YouTube を見ましたが、開始すぐに利益が素晴らしくご連絡させていただきました。教えられる範囲で良いので、利益を伸ばす方法を教えていただけないでしょうか、よろしくお願いします、ということで、まあ、あのトップバズを僕が始めた、まあ、きっかけっていうのが、まあ、今回ですねお問い合わせいただいた方、大阪セミナーで、多分大阪セミナーで一番最初に初めて言ったんじゃないかなっていうところで、まあ、一番最初僕がトップバズ始めた理由としては、まあ、YouTube 経由でですね、 YouTube やってたんで、まあまあ YouTube ガンガンやってますけども、それでそのある会社さんからダイレクトメールが来て、そのトップバズっていうのがあるんですけど、ちょっとやってみませんかと。で、単価 0.2 円でいけますみたいな感じのダイレクトメールが来たんですね。で、僕はそのと、まあ、そこ経由でちょっとじゃあやってみようってことで、まあ、ちょっと、うん、特殊アカウント、うん、要はその普通今あの動画の方でお見せしてるのは、まあ、一般のアカウントですね。で、僕が一番最初は特殊アカウントで、その報酬画面が見れないんですよね。報酬画面が見れないってどういうことかっていうと、そこの会社経由で、まあ、振り込みますみたいな連絡だったんで、その一般の方とは違うアカウントで、ですと。で、なぜなら、まあ、報酬はこちらから直接お支払いするんでみたいな感じで、まあ、それで運用したんですよ。で、最初、まあ、とりあえずどんなもんかなと思って、まあ、いろいろアップした結果、すげえ、まあ、トラフィックが来たんですね。お、これめっちゃ簡単にトラフィック来るなって。開始3日後ぐらいに、まあ、ちょうどセミナーがあったんで、まあ、その大阪のセミナーは転売のセミナーだったかな、はい。まあ、その後に、その浅野さんっていう方ともトップバズのセミナーはちょっとやったんですけども、まあ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 、基本的にその僕がその時大阪で教えてたっていうのは、その3日ぐらいで収益じゃないわな、まあ、そのトラフィックがすげえ来たんで、これいいよと、これ稼げるやんっていうことで、まあ、シェア少ししました。まあ、トップバズセミナーっていうわけではなくて、まあ、それを紹介したんですけども、で、今やってるのは、まあ、テストアカウントで、まあ、実際にその一般の方と同じ管理画面ですね。一般の方と同じ管理画面で始めました。で、まあ、開始今3日目、4日目ぐらいなんですけども、まあ、結論バズってますね。うん。で、じゃあどういうふうに吉谷さんをやってるのかっていうとこなんですけど、結論から言うと、まだ開始3日目ぐらいなんで、その、まあ、アドバイスしようがないっていうのが僕の見解です。はい。まだ開始3日目ぐらいなんで、じゃあこれが、まあ、今いいところ見えてるんですけど、じゃあ今後じゃあ下がるかもしれないですし、たまたま実はですね、たまたま当たったんですよ。1本あの30万再生ぐらいいきました。まあ、でもそれもたまたまなんですけど、一応その、まあ、一つ、まあ、あの言わせていただくならば、コピーですね。コピーと、うん、まあ、今度7月7日コピーのセミナーやるんですけど、その今さっきちょうどそのコピーの、7月7日のセミナーのレターを書いてたんですね。で、そこでそのタイトル、まあ、メルマガのタイトルだったりとか、まあ、動画のタイトルだったりとか、まあ、基本そのコピーが大事なわけですよ。うん、だからトップバズも、あ、こう思わずクリックしたくなるようなコピーっていうのが大事なんですね。だから、そのコピーですかねっていう話ですね。うん、その僕の件、まだ、まあ、データが、ね、少なすぎるので、じゃあこれが正しいっていうのも分かんないですし、まあ、僕もいろいろトップバズに関しては聞いてるんですけど、そのルール変更だったりとかいろいろあるんで、まあ、もうちょっとっていうか、もう1ヶ月ぐらいは、1ヶ月ですね、検証はずっと毎日僕もやってって検証して、まあ、それを検証結果をですね動画で撮っていくんですけども、で、最終的にはまあ、今度8月ぐらいですかね、 3N アフリエイトっていうやつの商品のところに 3N アフリエイト WithT っていうバージョンアップ版で、トップバズのノウハウ、1ヶ月検証したノウハウっていうのをそこに入れるっていうのをやろうかなと。まあ、基本的にそのドリームアカデミア、まあ、基本的にですよ、まあ、ちょっとこれはもうドリームアカデミアで言って言ってることなんであれなんですけど、ドリームアカデミアで今回僕がやってる内容っていうのは、ドリームアカデミアでも、まあ、講義の方を追加したんですよ、ね、今年で。ドリームアカデミアで僕が言ってることをそのままやっただけです。ただドリームアカデミアでまだその追加してない講義があるとするならば、
そのコピーの部分ですね、まあ、実際にやってみて、まあ、コピーって何かというとタイトルの付け方ですね。まあ、基本的にその僕が運営している塾の方で教えている内容を、まあ、そのままやったっていうだけなんですよ。で、一応そのコピー、なんだろう、そのトップバスに関してはドリームアカデミアで教えてるんですけども、教えてるというか、まあ、ドリームアカデミアはそのトップバスの塾ではないので、まあ、サブのサブぐらいに置いてるんですけど、まあ、そのなかなか初心者の方で稼げないっていう人のためにまあ置いたんですけど、まあ、ドリームアカデミアは、まあ、料金高いんで、入れないっていう方のために、まあ、3A のアフリエイトっていうのをコンセプトで去年リリースしたんですね。でそれの、またバージョンアップ版で、まあ、そのトップバスのノウハウはもうちょっと検証してから、いけそうだなっていうのは、まあ、入れますけども、だから今はそのお伝えできる範囲としては、まあ、多分セミナーでも言ってたと思うんですけど、言ってないかな。だからまあ一つ言えるのは単純にこれだけなんですよ。ジャンル選定、ジャンル選定ですね。だから要は専門チャンネルですね。これはトップバスの運営元も多分見解してるはずなんですよ。確かヘルプとかでも書いてあるかもしれないですけど、その専門性を出すってことですね。専門性を出して、でプラス、まあ、クリックしたくなるようなタイトルですね。だからこれはそのトップバズというよりかはコピーライティングの話に僕はなると思うんですよ。どういうタイトルをつけたらクリックしたくなるのか、開きたくなるのかっていう、まあ、僕はもう今動画の方めちゃめちゃやってますけど、今までメルマガを何億通、多分メルマガマジでガチで何億通書いてきたんですよ。多分十何年の間に多分何億通送ってると思います。でそれでもずっともうその、まあ、メルマガもタイトルでどう引きつけるかじゃないですか。なので、まあ、結構それはもう無限にどういうタイトルにすればいいかっていうのは、まあ、その自然に考えるというか、自然にも動画アップロードするときに基本的にその動画アップロードするときに自分でその動画を見てインスピレーション、その動画を、まあ、何秒かチェックして、その動画からのインスピレーションでクリックしたくなるようなタイトルをつけてます。もう一度言いますね、動画をアップロードするときにその動画の内容からインスピレーションを受けてクリックしたくなるようなタイトル選定をしてます。タイトルを自分で書いてます。全部自分で書いてます。全部自分でタイトル書いてます。ただ説明欄は書いてないです。ただタイトルだけ、まあ、YouTube もそうなんですけど、 YouTube も基本そのタイトルで、まあ、見たくなるようなタイトルとかキーワードが入ってると、まあ、上昇するんで、みたいな感じですかね。だから今言える、まあ、その検証結果のデータが少ないので、あと有料で売る部分もありますので、あんまり深くはちょっと言えない部分もあります。まあ、データも少ないんで、まあ、今言える、まあ、お伝えできることをするならば、ジャンルをしっかり、専門チャンネルを作るプラス、コピーの部分ですね。ここですね、今言えるとするならば。ただまあ今後僕の収益っていうのがどうなるかわからないんですけど、昨日ですかね、まだ動画アップしたんですけど、その時に反映されたのが、昨日1日で9000円ぐらい出てますね、はい、結論昨日1日で9000円ぐらい出ました、だから開始3日か4日で、まあ、1万は超えましたね。そうだから僕はもうまあ、トップバズを本格的に自分がやるとは思わなかったんで、まあ、サブでこう、まあ、ちょっとね、まあ、これはもう話し出すとちょっと いろいろな、今回鹿児島合宿をやってたんですけど、その鹿児島合宿に参加した人のいろんな言葉、まあ、その経緯だったり、その言葉から、おトップバズそういう使い方あるやんと、あじゃあなるほどねと、じゃあみたいな。でだからそれがあったから今やってるっていうのもある。それ、まあ、それが一番でかいかな。はい、まあそんな感じです。まあ結論言うと、トップバズに関しては今言えることは2つですね。あとは、まあ、本格的にそれを勉強したいっていうことだったら申し訳ないですけど、それは有料の商品をちょっと買っていただきたいなというところです。はい、一応その 3A のアフリエイト WithT ですかね、 WithT、まあ、この WithT っていうのも今回の合宿参加者の方が考えてくれました。 WithT、 はい、まあ、そんな感じです。
まあ、僕はであと毎日2時間で150本上げてるってことなんですけど、僕150本アップしてないですね。だいたい今僕の本数は1日30本ぐらいですね。まあ、だから1時間で30本ぐらいですかね。あとあとちょいちょい隙間時間とか暇な時ちょいちょい付け加えてるみたいな感じで、あとあのアナリティクス見ながら、データ分析しながら、やってる感じですね。ただそのただ考えてやってるところです。なんか無作為に大量にアップしてるわけじゃなくて、アナリティクス見て傾向を見て、あこういうタイトルはいいんだなとか、あこういうジャンル選定いいんだなとか、その当たったあのタイトルとか動画内容に、をまたちょっとアップして検証したりとか、そういうことをちょっとずつこうやってます。ただまだそうは言っても3日4日の話なんで、そんな偉そうに言える立場ではないですけど、ただ僕はその今動画アップロードしてる理由は、動画アップロードしてる理由は単純に商品売るためです、はい、このその 3Nアフレート、3Nアフレートバージョンアップ版を出したいので、そこにトップバズを入れようかなと。まあドリアカね、入っていただけるんだったらそれはそれで僕は嬉しいんですけど、やっぱね内装で触れない、高い感、入れないっていう方もいらっしゃいますから、まあそんな感じですね。はい、ということで、頑張ってください。一応もう今僕が本当にお伝えできるのは、ジャンル選定、しっかりと専門チャンネルを作ると、しっかりと専門、まあ、コンセプトメイクですね。コンセプトをしっかり立てて、ジャンルを選定すると。でその中でクリックしたくなるようなタイトル選定で、あとはその自分が当たったものに対しての分析、そして検証、分析検証をさらにそしてやっていくっていう、まあ、この繰り返しを僕はもうこの1ヶ月間またやってきますけども、はい、まあ、ただ、まあ、多分おそらくこの内容を見ると何も考えずとにかくひたすらアップしてるだけなんじゃないかなと思います。多分ね、全部、例えばですよ、僕多分無理です。150本全部タイトル自分でコピー考えて2時間でアップは多分できないですね。僕全部その動画に対してその動画をチェックしてインスピレーションを受けて、そこにタイトル全部自分で考えて2時間で150本はアップ、僕できないです。1億通ぐらいメルマガ書いてきた僕ですらできないんで、おそらく何も考えずにドワーってやってるだけなんじゃないかなと思います。無作為に。だから収益が上がらないんじゃないかなっていう一つの、まあ僕の見解ですね。ということで、ご質問いろいろちょっといただいたんですけど、今僕が回答できる範囲で回答させていただきました。ありがとうございます。